須藤元気さん。えー、今日が農林水産委員になりましての初質問となる無所属の須藤元気です。えー、そろそろお尻が痛くなってる時間だと思いますけどもラストバッターですのでよろしくお願いします。はい頑張ります。え私はあの東京の下町生まれで、えー、居酒屋のせがれでございます。 両親はあの伊予という居酒屋を40年以上やっておりまして、え私自身もあの元気な魚屋さんという魚屋と飲み屋をやっているんですが、まあ生まれてからあの常に食に携わってきた身としてですね、この食の安全安心というものを守っていきたいと考えております。で、この食の安全と考えると、なんかやはり有機農業ではないかなって自分自身考えているんですが。 実は私、北海道の網走で農業に挑戦したことがあります。実際に土地を買ってですね丸太小屋を建ててそして畑を始めたんですが最初はまあそう簡単にはいきませんでした。まあ、しかしあの近所の方が農家さんたちが多かったのでいろいろとアドバイスをくれたりまあ手伝ってくれたりもしました。まあ、そういった中でですね 一番仲良くしてくれたあの農家さんがあの有機栽培をやられている方でして、その方の野菜がとても美味しくてですね、野菜ってこんなに美味しいんだと思いました。まあこの有機野菜っていうのはまあ美味しいだけではなく栄養価も高いとか言われております。えまあ元アスリートとしてもですね、この美味しくて栄養価の高いこの有機野菜、まあ有機農業っていうのを盛り上げていきたいと考えております。 さてこの世界の有機食品市場は拡大を続けており有機農業の取り組み面積も大きく増加しております日本でも有機農業の取り組み面積が増えてはいますが全耕地面積に占める割合はわずか0.5%にしか過ぎませんまた有機雑を取得している農家さんたったの0.2%です 今年の4月に有機農業の推進に関する法律に基づく有機農業の推進に関する基本的な方針が改定され、有機農業の取り組み面積や有機農業者数について、2030年における目標が示されました。そこで有機農業の現状に対する認識、基本方針で示された目標に対する考え方について、野上大臣のご見解を伺います野上大臣。 あの有機農業は、科学的に合成された肥料および農薬等を使用せず、農業生産に由来する環境負荷をできる限り低減した方法で行われる農業でありまして、生物多様性保全や地球温暖化防止等 SDGs の達成にも貢献する取り組みであります。そののの有機農業の取り組でですが2018年時点での 全耕地面積これ先生から今話したとおりわずか0.5%ということで行えることに過ぎないところでありますが国内の有機食品の市場規模は過去8年間で4倍4割拡大をしておりますまた同期間に有機農業の取り組み面積もですね約4割拡大しているところでありましてあの今後もさらに拡大が見込まれると考えておりますあのこのため農水省が本年4月に 策定をしましまた新たな有機農業の推進に関する基本的な方針におきましては、有機食品の種類のさらなる成長が期待されることを踏まえまして、2030年までには有機農業の取り組み面積を6万3000ヘクタールに拡大をすること、また有機食品の国産シェアを84%に向上すること、えー、等の目標を設定をしておりまして、この目標に向けて、 有機農業の拠点的な産地づくりですとか物流の効率化、えー、国内有機農産物の需要喚起などですね、えー、有機農業に対する各種の支援にしっかり取り組んでまいりたいと考えております須藤元気さん、はい、ありがとうございますえ世界の有機農業の取り組み面積は1.5%ですまあその中でもイタリアは15.8%スペイン9.6%、まあ、ドイツ9.1%と まあ日本のにに比べて、まあ、遥かに進んでおります、まあ、先ほどあの船山先生があの強いこの農業の強さということを言ってましたけれども、まあ、私自身は、やはりなんていうんですかね、有機農業というか、自然とともにやはりやっていく農業というものが、最終的になんか勝利するんじゃないかなとか、さっき思ったわけですが、はいまあ、そういったことも踏まえて、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。 さて次は有機ジャス登録認証の費用についてお聞きします有機農業を実施する生産者が有機ジャス認証を取得しようとする場合ジャス法に基づく登録認証機関に申請し書類審査や実地検査等を受ける必要がありますそのこの際生産者には認証機関に支払う検査費用のほか検査員の料費報酬の費用等が必要になります まあこれ自体に全然問題はないんですが、えー、農林水産省のウェブサイトで公表されている登録認証機関の費用、えー、認証費用の一覧を見るとです、ね、えー、検査費用について、認証機関ごとに大きな開きがあること、またその詳細は各認証機関に問い合わせる必要があることが分かりました。えー、新規取得者は平均9万5000円,円かかります。 ですが、この検査費用は5000円から27万円という、かなりの違いがあります。まあ、認証を受けようとする生産者は、どの認証機関に申請するかで,で、まあ、かかる費用が大きく違ってくるわけですよね。まあ、もちろん、この農産物のまあ種類だったり、えー、区分によって費用は変わるのは分かります。しかしかこの有機ジャス認証を取得するという最終的な 目標は目的は一緒なわけですよね、なんかあのジャスマークのシールですか、はい、同じのはずなんですが、なんか開きがあると、まあ、この,の登録認証機関によって、検査費にまあ大きな格差を生じていることについて、どのように認識しているのか、またその原因について、どのように分析しているのかえ、農林水産省のご見解を伺います太田局長お答えいたします。えー ジャ s 法に基づく登録認証機関におきましては、認証手数料はそれぞれの登録認証機関が自ら設定をするということになっております。でご指摘の有機ジャ s 認証におきましては、一部の地方公共団体では、地域の有機生産振興のため、自身が登録認証機関となりまして、認証手数料を低く設定をしており、まあ、結果として、 民間のの登録認証機関ととと差が生じてていいるということになっておりますでそれぞれの登録認証機関の認証手数料は、ホームページなどで公表されておりますので、農家が認証を受ける際には、それらを見てえ、自ら登録認証機関を選択することができるということになっております。須藤元気さん 差が生じるあの理由は分かりました。ただまあ数千円だったり数万円の差なら分かるんですが、やはりまあ二十数万円違うっていうところにまあ農家さんたち少しちょっと疑問に思うんじゃないかなと感じます。次に小規模生産者が有機ジャス認証を取得するための支援についてお聞きします。平成二十八年三月農林水産省の東海農政局が有機農業や環境を 保全型農農業業にに取り組む生産者をを対象としししたた、えー、有機農業に関するアンケートの結果を公表しました、えー、このアンケートによれば、有機農業に取り組んでいるが、有機ジャス認証を受けていない生産者のうち、えーまあ、先ほどの言った0.3%の人ですね、えーまあ、その生産者の3割近くの方が、条件が整えれば受けたいが、今は難しいと回答しております。 えまあ、それらの方々の、えーまあ、認定を受けることが困難な理由として挙げたのは、認定にかかる費用が高いが61%、手間がかかる57%でした、まあ、確かに、まあ、お父さん、お母さんでやっているようなあ、まあ、農家さんはです、ね、まあ、実際にお金がかかる上え、なんかシールを一つ一つ貼る作業だけでも、えー、大変だと思います。 まあこのような有機ジャス認証を取得しようとする生産者は認証のための費用や手間暇に対して大きな負担に感じていることが分かります大規模生産を行う法人はまあそうではないかもしれませんが小規模家族経営の生産者にはやはり大きな負担になるものと思われます農林水産省は有機ジャスに関するいろいろな支援を行っていますが対象者の要件として 認定新規収納者新規ですね新規収納者であること等が挙げられています。この場合はですね有機農業を長く継続している生産者はあの支援事業の対象にならないのではないかと考えられます。そこで有機農業の裾野を広げていくためにですねでに有機農業に取り組んでいる小規模家族経営の生産者に対しても有機ジャス認証を取りやすくするための支援が 必要だと考ええまますすががいいかかでししょうか熊野大臣政務官お答えいたします有機ジャス認証を取得するか、し市内かにつきましては、農業者の販売戦略や経営判断によるものですけれども、認証をです、ね、取得することで、販売機会が拡大することから、有機ジャス認証を取得しやすい 取得したい場合にはです、ね、まあ、容易にあの取得できる環境を作ることは、有機農業を推進していく上で重要と考えてございます。今、委員からもご指摘ございました、新たに有機農業に取り組む農業者を対象といたしまして、まあ、本年度より有機ジャス制度に関する研修の受講でございますとか、初回の補助、実地検査の受験に関する支援を開始したところでございます。えーまあ また本年度より、ですねその新規の方のみではなくて、あのまあ、都道府県を通じましてジャス、有機ジャス制度等についての指導者の育成のための講習会の受講でありますとか、補助での現地研修への支援も開始したところでございまして、このような指導人材の活動を支援することで、す、ま、で、あ、に,に有機農業に取り組まれている方に対する戦車の方も含めて、あの有機ジャス認証についての相談であるとか、 ま指導などを受けやすくするなど、ま認証を取得しやすい環境づくりを進めてまいります。須藤元気さん。はい、えー。ぜひ力を入れていただきたいです。まあ、この有機農業を広げていくためには、やはりあの消費者にこの有機農産物っていうものを知ってもらう必要があると思います。まあ、そういった意味ではこの有機ジャスっていうのは、えー、なんかとても良いツールだと思うんですよね。な私もやはり買い物するとき有機ジャスついてるのとついてないのだと。 やはりあの僕は有機ジャスを買うんですけれども、やはりこのマークがあるだけでなんか違うと思います、まあ、あと有機農家さんのまあ半数以上が、ですねこの有機ジャスを取得してないっていうのは、やはりもったいないなって思います、やはりこの有機農業を盛り上げていくためには、ですねこの有機ジャスをなんか軸としてまあプロモーションしていくことが大事なのかなと、まあ、果たして有機ジャスっていうことを、この消費者はどんだけ知っているか分かりませんけれども。 まあそういったプロモーションしていく上でぜひあの小規模の生産者の方にもえ取得しやすいことをえ考えていただきたいですさてえ新規就農者の支援についてお伺いいたします全国農業会議所のえ新規就農者の就農実態に関する調査をもとに農林水産省が作成した資料によれば平成28年において 新規参入者のうち全作物で有機農業を実施する方の割合は20.8%となかなか高い傾向を示しています。また平成22年、25年の数字もありますが高い傾向は変わっていないようです。しかし有機農業に取り組む生産者数の推移から考えると有機農業を実施する新規参入者のうちかなりの方が その後に有機農業から撤退している可能性があると考えられますそこで有機農業を実施する新規参入者のその後の取り組み状況について農林水産省は把握しているのか伺いますまた新規参入者が有機農業から撤退している実態があるのであればどのようなことが原因となり課題となっているのか教えてください 水田生産局長、お答えいたします。あの先ほど委員もからも指摘がございましたけれども、あの全国農業会議所の調査でございますが、あの農業への新規参入者の中で有機農業に取り組んでいる方の割合でございますけれども、あの2割以上の高い傾向にあるということでございます。あのこうした有機農家に農業に取り組む新規参入者の方のですね、その後の 状況についての調査は行われておりませんけれども、あの一方で、新規参入者に限らずです、ね、あの有機栽培を行っている方が、この取り組み面積をです、ね、縮小する理由について調査をしたものがございます。でその結果によりますと、労力がかかること、それと収量や品質が不安定であることなどがです、ね、理由として挙げられておりまして、 除草などの作業時間があの観光の栽培、普通の栽培よりも長いことや、あの安定的に栽培する技術の習得に時間を要することが課題であると考えております。このため、農林水産省では、水田に置きます深,深水管理とか、形での太陽熱を利用したです、ね、省力的な雑草管理、こういった管理ができる技術の実証を進めておりまして、有機農業の労力負担の軽減を図っております。 また各地の農業グループなどにおきます栽培技術講習会の開催などによりまして、熟練の有機農業者の方のですね技術が新規の参入者に円滑に継承されるよう支援をしているところでございます須藤元気さん。まあ確かにあの生産技術のシステムの構築は大切だと思います。まあ、それに加えて、やはり販売促進とかの取り組みを進めていくのがいいのかなと思うんですが。 まあ私も今までいろいろ商売やってきましたが、やはり最初の1年にいかにお客さんをつかむか、ファンを獲得するかっていう、そのまあ大切さ、それ,それによってその後の展開が変わってくるっていうのを学んできました。ですから、この新規参入者農家さんがですね、やはり有機農業やってよかったと思えるような、そういったまあシステムの構築が大切だと思います。さて、先週の土曜日、反応反 X ですか。 結城米を作っている友人の稲刈りの手伝いに私、行ってまいりました。まあ、初めてだったんで、とても楽しかったんですけども、まあ、彼にはです、ね、2歳の娘さんがいます、まあ、いずれ小学校に入るわけですが、まあ、その小学校に行ったときに、この学校給食を結城米にできないかという相談を受けました。まあ、調べたところ、千葉県いすみ市、環境保全型農業連絡部会が行っておりました。 この部会は昨年、未来につながる持続可能な農業推進コンクールにおいて、農林水産大臣賞を受賞されておりますいすみ市では平成27年、地元産の有機米コシヒカリ4トンの学校給食の提供を開始し、29年には学校給食に使う米の全量42トンを提供するに至りました現在では100トン近くの有機米が生産され、 JA いすみでは有機ジャス認証を受けた農家からは60キロ当たり2万3千円、有機に転換中の農家からは2万円で買い取りを実施しているとのことです。有機米の栽培にはまあ観光栽培と比べて多くの費用がかかりますので、学校給食に有機米を使用する場合、コストアップにつながると思います。そこでいすみ市がその費用を一般財源で賄うことによって、 給食の給食費の値上げをしていないとのことです。まあ、学校給食において有機農産物の利用を促進することは、有機農産物の安定的な販路の確保につながり、生産者の支援にもなります。そしてまあ有機農業に関する理解を深めるまあ食育という観点からも、とても有意義な取り組みであると思います。農林水産省省と文部科学省はですね連携して 支援の取り組みを一層進めていただきたいと私、考えているんですが、まあ、そこで有機農業あ、有機農業ではないです、学校給食において、いすみ市以外の自治体でも有機農産物が利用されているのか、その現状に伺うとともに、生産,側生産者側と学校側における課題について伺います。併せて現在、農林水産省、文部科学省が行っている支援策について教えてください。 水田局長、お答えいたしますえ。農林水産省の行った調査でによりますと、平成30年度にはあの千葉県いすみ市を含めて全国で92のですね自治体で学校給食に有機農産物が活用されたと承知しております。で有機有機農産物をあの学校給食で利用する上での課題というご質問でございますが、やはりあのこの有機農産物学校給食に導入していくためには、やはり地域で 有機農業に取り組む農業者の数を増やしていただいてです、ね、学校給食で必要とされるさまざまな品目や量を確保できるような産地づくりを進めることが重要と考えておりますで。このため、農林水産省におきましては、有機農業者が共同で収縮化ロットを拡大したり、あるいは生産技術の習得などに取り組む、こういった産地を育成するとと,ともに、2点目といたしまして、環境保全型農業直接支払い交付金によります 有機農業に取り組む農業者に対する支援でございますが、令和2年度には、それまでの10ア当たり8万円から1万2千円にいたしまして、取り組みの促進を図っております。また3点目といたしまして、有機農業を生かして、地域振興を図る自治体間のネットワーク構築を通じまして、千葉県いすみ市の事例など、学校給食への 有料な取り組み、事例についての参加自治体への幅、広い情報提供を実施しているところであります。文部科学省大臣官房海老名審議官。お答え申し上げます。学校給食におきます。有機農産物の利用状況につきましては、あの今、あの農林水産省からご答弁のとおりでございまして、一部の地域において学校給食で有機栽培米等の農産物を使用したり。 あるいは有機農産物に係る食育の取り組みが行われているものと承知しております。一方、学校給食におきます有機農産物の使用に当たりましては、例えば、域内で必要な有機農産物の数量や品目の確保が困難であるなどの課題があるというふうに承知をしてございます。実際に学校給食に用いる食品の選定につきましては、こうした有機農産物の生産の状況でありますとか、あるいは学校の栄養教諭、保護者など関係者の意見、 あるいはまあ地域の実情などを踏まえまして、学校給食の実施者であります、学校の設置者におきまして、判断すべきものでありますけれども、文部科学省といたしましては、関係省庁とも連携をしながら、有機農産物を活用した学校給食、あるいは食育の事例の発信や共有など、図っていくことを通じまして、その取り組みを促してまいりたいと考えております須藤元気さん。ありがとうございますえます、あ、フランスでは年までは年に、えー この給食の食材,食材のオーガニック比率を50%にすることを法律で定めましたお隣の国韓国では、まあ、来年の2021年から小中高の学校の給食をオーガニックで無償で全面施行されます日本もですね、ぜひいいとこは真似してこの給食をぜひ無農薬にする取り組みを積極的に進めていただきたいと思います 基本方針では、この学校給食での有機食品の利用に対する支援をううとともに、国内の有機食品の需要拡大の目標値を掲げています、基本方針の理念の実現、目標の達成に向け、野上大臣のご見解を伺います野上大臣。 あの学校給食におきまして、この有機食品を活用することは、農業が生物多様性の保全など、SDGs の達成に貢献することを、児童や生徒ですとか、あるいは地域の住民の方々に理解をしていただくためにも重要な手法の一つだと考えております。あの基本方針におきましても、学校給食での有機食品の利用など、 有機農業を地域で支える取り組み事例の共有消費者を含む関係者への周知が行われるよう必要な支援に努めるとされているところでありますあの農林水産省としては有機農業に積極的な長寿主体が参加するネットワークにおいて 学校給食での利用などの先進的な自治体の取り組み事例について共有をし、さらには広く他の自治体にも予展開する活動を支援するとともに、有機農業の産地づくりの支援を通じて、有機食品を学校給食に活用する市町村が少しでも増えるようにです、ね、応援をしていきたいと考えております。須藤元気さんありがとうございいまますす次の質問行かしてもらいます、まあ、日本では有機農,農業 分野において、えー、有機ジャスという厳格な第三者認証による仕組みがまあ重視されてきましたえー、まあしかしこのような取り組みは小規模生産者にとって取得しにくいデメリットがあることは、えー、先ほどから述べてきたとおりですえー、このため有機農業の普及を行う国際 NGOi フォームは有機農業を拡大するための方策の一つとして、えー、この参加型認,認証 PGS というものを提唱しています PGS とは有機農業を実施していることを地域の農家同士に加え消費者も含む幅広い関係者が参加して確認しその信頼に基づいて有機農産物の保証を与える取り組みですこの取り組みすごく自分的にいいなと思うんですが日本で唯一の PGS である岩手県のオーガニック雫石というところがあります先月私もこのオーガニック雫石視察行ってまいりましたが まあ有機ジャスト同等の取り組み水準となっているそうですそこで、有機ジャスト同等の取り組み水準を維持した国際的な取り組みである PGS を希望,とす希望する生産者に対して、取得しやすくなるよう、環境を整備するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。水田局長 すみませんお答えに入る前に、ちょっと一点訂正させていただきます、先ほど、あの学校給食の答弁の中で,です、ね、環境保全型直接支払い交付金によります支援につきまして、令和2年度にそれまでの10、R、あ当たり8万円からと申し上げたのは、8000円の間違いでございましたので、訂正させていただきます。失礼いたたししましたあの、えー PGS につきままししておご質問がありましたのでお答えさせていただきます pgs でございますが、これはあの有機農業に取り組む農業者やえ消費者などで構成するグループの中においてこ、のこの中のメンバーの方がですね生産するえ農産物が有機農業により生産されていることを、グループの中の他のメンバーにより確認をするといった方法でございまして、有機ジャス制度とは異なるもので、参加型認証、あるいは参加型保証と呼ばれているものでございます。 でこうした PGS の考え方は、我が国でもすでに一部活用させていただいております、例えば環境保全型農業直接支払い交付金におきまして、この今年度にはですね、有機農業に取り組む農業者が支援を受ける際に、通常は市町村による現地確認でございますが、この市町村による現地確認の代わりに、農業者が相互に生産工程を確認する取り組みでも良いということにしたところでございます。こうした PGS のように、農業者がグループで有機農業に取り組むことは、 あの新たに雪の量に取り組む方へのですね技術の円滑な承継、あるいは、有機ジャスのグループでの認証取得につながる、これはあの負担軽減にもですねつながるものでございます。こういったことからですね農林水産省といたしましても、PGS の取り組みについて、引き続き情報収集、提供にですね努めてまいりたいと考えているところでございます。須藤元気さん はい、えー、まあ PGS もぜひ進めていただければと思います。えー、まあこの有機農業についての質問はえ最後にあこれで終わります。えー、まあ人にも地球環境にもえ優しいえー、まあより良い未来を作っていくためにこの有機農業というものを盛り上げていきたいと思います。えー、次の質問ソーラーシェアリーがあるんですが時間がちょうど、えー、あと少しなのでこれで私の質問は終わりにさせていただきます。ありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会いたします。